しくじり先生、中部みたいになるな。今日のしくじり先生はファッション業界のニューカマー、総再生回数1億回超え、セレクトショップオーナー兼ファッションユーチューバーの中部先生に昔経験した大変な出来事を話してもらいましょう。じゃあ中部さん、お願いします。はい、失礼します。ファッションユーチューバーの中部と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、初めての授業ですね。はい、僕のことは知ってますか？あんまり知らないです。あんまり知らない、はい、あ、そうですよね。わかりました。じゃあ僕のことについてもちょっとじゃあね、簡単にお話ししていこうと思います。ファッションユーチューバーとして、はい、活動させてもらってます。西麻布の方、まあ、表参道と広尾の間ぐらいですかね、にセレクトショップリューっていうのも、はい、経営しております。ユーチューバーであり、事業者であり、まあ、経営者というのかな、まあ、そういうところもあるので、アパレルの人って感じですかね。セロリもおいくつですか？27ですね。あ、じゃあ僕はいくつになりますか？50ぐらいです。あ、50ぐらい50ではなく、はい、28になります今年。まあ、だからあのこの前何でしたっけ、さくらさん、はい、さくらさんの1個目となります。だから一つ上ですね、年齢でいうと。セレクトショップをやっている、まあ、経営しているというところと、まあ、ファッション YouTuber としてファッションのことを、まあ、今もう3年ぐらいですかね、発信しているという形になります。まあそんな方ってなかなか周りにいなくないですか？いないです。いないですよね。口が悪いか、それで行かれたというか、そういう方はいないと思うんですよ。まあ、しくじり先生というタイトルで今日はね、動画を撮っておりますが、僕が今までに服が好きすぎて、まあ、デザイナーズの洋服が好きすぎて犯してきた失敗の数々、まあ、そこから皆さんに、まあ、僕みたいにはなるなんじゃないですけれども、まあ、教訓を全部ねここに定めてきましたので、こちらにね載ってますので、ちょっとこちらも見てお話していこうと思います。はい、じゃあこちらしっかり見てください。はい、ということで、じゃあ話していきましょう。いつも見てくださってる皆さんが思ってるイメージというところに関しましては、まあ、まあ、まずこう洋服が大好きだと。まあ、洋服が大好きで、特にマルジェラだったりとか、こうモードっぽい洋服だったりとか、ミリタリーとかも好きだし、結構こういろんな洋服が大好きな人間というふうに見られてると思うんですよ。服を買いすぎだというところ、ここがポイントなんですよね。とにかく一旦服をめちゃめちゃ買ってると。まあ、ここが少し違うところになってくるんですよね。今となっては、まあこうね、ファッション YouTuber としてこうやらせてもらってますし、まあいろんなね、こうファッション関係のお仕事もいただけますと、セレクトプリューもね、本当に皆さんのおかげでやらせてもらってますと、洋服を買えるお金が増えてくると。で、僕みたいな服好きって、やっぱりこうお金が入ってくれば入ってくるほど服に使うようになるんですよ。まあ話聞いていただくと、昔はじゃあ服買ってなかったのって思ったと思うんですよ。はい。服好きになり始めたのって高校生ぐらいなんですよ。その高校生ぐらいの時ってどれぐらい月に服を買ってたと思いますか？はい、3万円くらい。ああ、いい線ですね。まあ、3万円で高校生とかだったら結構買ってる方だと僕も思います。客観的に見たらそう思うんですが、僕はなんとね、もう高校生ぐらいから7、8万ぐらい買っていて、さらには大学生とかになるともう10万は絶対に使っていて、多分20ぐらいはマックスいってる、まあ、全然ある感じで服を買ってたんですよ。で、これ見てる方々とか、さくらさんは風貌からしても、まあ、じゃあ怪しいことをしてたんじゃないかと、はい、思うと思うんですが、このためにお金を作るために僕は何をしてたと思いますか？どういう風にお金を工面してたと思いますか？アルバイト。あー、まあ普通の方はそう思いますよね。はい、じゃあ次のページ行ってください。はい、開きましたか？はい、はい、まあ、そこに書いてある通りです。僕はアルバイトしかしてなかったんです。ということはどういうことかというと、これもねちょっとごめんなさい、あの次のページに補足があるので次のページめくってください。はい、ですね、まあ、そのページにも書いてある通りなんですが、借金をしていたんですよ。簡単に言うと、これは動画でもマジで言ってないんですけど、これ言って真似されたら本当に嫌だなと思って言ってなかったんですけれども、今回はしくじり先生ということなんで、マジで真似しないでください。では話していこうと思います。僕の言う借金っていうのはクレジットカードの借金ではないんです。クレジットカードって僕はあれ借金と捉えてるんですよ。未来の自分に払ってもらってるっていう託し方なんで、行けって切って、まあ、払ってもらうみたいな未来の自分頑張れみたいな感じだと思うんですけれども、闇金とかではないんですが、普通に消費者金融というところで借りてました。はい、消費者金融とかで借りたことありますか、さくらさん？あれですよね、あれってやっぱり一回使っちゃうとどんどん借りちゃうんですよ。お金を持っている錯覚に入っちゃうんですよね。使えるからいいやんみたいな感じで、で明細とかも見ないで、最初はこれぐらいだったのが気づいたらこれぐらいになっちゃうみたいな。本当に最初に今だったんですけど、もうバーンってなっちゃうみたいな。で、じゃあそれでいくらぐらい最終的になったと思いますか？使ってしまった金額ですね。うん、10万ぐらい。あ、10万ぐらい。あ、10万円でも大学生にしてはかなり大きな金額だと思います。はい、いくら使ったかというと次のページ。はい、その通りです。100万円ぐらいですね。はい、100万円って1社で借りれないんですよ、大学生が。
だって月に10万円とか15万円とかしか稼げない大学生が100万円借りたらもう返せなくなっちゃうというか、まああんまり貸したくはないんですよあっちも。ってことはどうしたと思いますか僕は、いろんなところから借りた。その通りです、正解です。桜さんセンスがあります。はい、そうなんです、いろんなところから借りるんです。いろんなところから借りて服を買っていこうということで、僕はどんどん服を増やしていきます。はい、地獄の始まりにはなってるんですよねこれは。しかもこの後もっとね最悪なことになっていくんですが、まあ、それが次のページ。そこに書いてある通りまた借りるんですよね。大学生の借金100万円ってめちゃめちゃ大きい、まあ、社会人にしても100万円の借金っていうのはめちゃめちゃ大きいですよ正直。お大金じゃないですか100万円なんて、まあ、めちゃめちゃアルバイトとかをするんですよね。めちゃめちゃアルバイトをしてもやっぱり時給800円とか1000円とかではなかなか届かないと。返すために借りる、これが、サラ金というか、まあ、その正直に言うループです。これは確実に陥ってはいけないループの一つになっております。はい、もうこれはねこれだけは気をつけてくださいね桜さん。そんな僕がじゃあ次どういう行動を取ったか、はい、じゃあ次のページ。はい、まだ服を買うんですよここまでね大体分かった方もいると思います。僕は服バカというよりちょっとバカの方が強いのかもしれませんね。はい、ネジが飛んでいるんです。どうにかなるんじゃないかその時は僕も思ってました。ただ、まあ、ここら辺から僕も気づき始めます。あ、お金やばいなって、これ次の月どうすればいいんだって、僕なんか食べれるのかと。ちょっとずつ払っていくんですよ、まあ、ちょっとずつ。本当に金利もねまあまあやっぱ大きいので、まあんまり減ったか減ってないのか分かんないなみたいな、毎月2万円とか3万円とかをどんどん払っていきます。まあ、そんな僕も、大学を晴れて卒業し就職することになります。まあ、服を売って買う、売った分の金額しか買わないようにしたんですよね。はい、まあ、そこはちょっとうまくいってって、なんていうんですかね、まあ、服を買う欲は満たしつつも売って買ってなんで、あんまりプラマイがゼロみたいな、まあ、そういううまいことやって、やり抜けてたんですよ。社会人1年目とかですね。社会人2年目僕はね、ブランド古着ブローチってところに働くんですよね。その給料どうこうというよりは別にお金に関してはそこまで増えないわけですよ。まあ、最初の年とか2年目とかなんで20万円とか20何万円とかしかお金が入ってないわけなんですよね。何か、給料以外のもの、だからその主軸のお金以外のもので何か稼がなければならないなという使命ですよね。ほぼほぼだってもうほとんどもう返せないですから、そのまま働いてたら自分に入ってくる収入を増やすしかないと、まあ、そういうふうに判断したんですよね。そういうふうになって始めた行動が次のページです。まあこれね、多分さくらさん YouTube を始めるとかと思ったと思うんですよ、はい、そういうことではなくて、僕はねまずサロンモデルさんの、撮影の補助のスタイリストという仕事を始めました。衣装を使いたい人多いんですよ。服をこう使いたいみたいな人多くて、その人のために、まあいくらいくらで全身コーディネートしますよみたいな、まあ、お仕事をなんか美容院さんとしてたんですよね。やっぱりまあそんなにお金が出るわけじゃないと、僕もめちゃめちゃ有名なスタイリストとかじゃないので、まあ、そういう風になっていくと、まあ、ほとんどボランティアの時もあったりとか。でその時の僕は、まあ、なんかその副業を始めるっていうよりはブランド古着ブローチの売り上げ利益を大きくすれば僕に入ってくるお金も増えるんじゃないか、まあ、少人数のお店なんで、そういう風に考えてやっておりました。すごく頑張ってました。ただなかなか結果が出ない、まあ、ブランド古着っていうのは買い取りを増やさないと売り上げが立たないので、まあ、なかなかこう立たないな立たないなどうしようみたいな感じで思ってたんですよ。まあ、そんな中じゃあ僕はどうしたかというと、次のページ。はい、いろんなことを経た結果僕がここに着いたのは YouTube でした。はい、これですね、今やったらこれになります。最初の動画はねマルジラと H&M のコラボのバッグをなぜかレビューするという、自己紹介とかではなく、なぜかよくわからないヒゲメガネがバッグを紹介していると、そういう動画になっておりますが、そこで始めたのが YouTube だったんですよ。まあ、YouTube でファッションのこと、デザイナーズファッションのことをすごく語ってるとか説明している動画はないんじゃないかと、そういう YouTuber さんはこれから先ももしかしたら生まれないんじゃないかと、まあ、今はいないだと僕がやってみても面白いんじゃないかと思って始めたのがこのチャンネルです。中野チャンネルとなっております。その時は中野がいいかっこブランド古着ブローチという名前でやっておりました。懐かしいですね。それが中野の始まりということになります。はい、まあ、だからそこから始まっていって、もう本当に半年後ぐらいかな、もう収益が、ね、出始めてきたんですよ。半年後ぐらいからなんか遅くてちょっと僕はそこから収益始まってきて、いくらぐらい入ってたんですか。1万円あー、まあ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 、次のページ。はい、具体的な金額は言えないのですが、まあざっくり話すと初任給より多いぐらい、新卒の結構多かったんですよ。そう、すごいですよね。半年間も入るか分かんないし、入ってないしお金どうなんだろうみたいな感じで思ってたんですが、意外と入るじゃんと、この YouTube のお金を別の口座に全て振り込むようにして、3、4ヶ月ぐらいで借金分のお金が元金が貯まったんですよ。へえ、そう、すごい話ですよね。全額返金したという話になっております。はい、すごいですね YouTube。 そう、 YouTube ってすごいですよ今までやってきて学んだことで、今日のね教訓を皆さんに
お話していきたいと思います、はい、はい、それが次のページ、はい、自分で自分にプレッシャーをどんどんかけていこう、でも借金のしすぎは目だぞになります、はい、ということで、もう何が言いたいかというと、自分で自分にプレッシャーをかけるというのは自分で自分のケツに火をつけてたんですよね。火をつけるように頑張んなきゃ頑張んなきゃというように借金をしていたと。頑張るために借金をしてたわけじゃないんですが、おのずと頑張らざるを得ない結果になってたと。というところも意外と僕は結果良かったんじゃないかな、それがあったから頑張ってたんじゃないかなっていうのがあるので、とりあえずやってみてその後考える、でも別に遅くないんじゃないかなと。ただただなんですよ、ただ借金はあんまり良くないかな、経験上借金以外の方法でケツに火つけてほしいねっていうそういうところが今回の企画ですかね。今日はね、授業させてもらいましたのでありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、じゃあ失礼します。はい、というわけで今日は中村先生に、しくじりを喋っていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まだまだしくじりがあるらしいので、好評だったら、またこれもやりたいと思いますので、コメント欄とかで教えてください。はい、こんな感じで普段は発祥系の動画を上げております。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼します。どうも、中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。